皆さん、こんにちは。今日は3月3日の農場通信をお送りします。今日は昨日に引き続きですね、バイデンの景気刺激策ですね、2月6日、6日のエコノミストです。バイデンの提案した景気刺激策はなぜ大きすぎるのか、アメリカの経済は見境のない失笑よりもターゲットを絞った救済が必要だということで、2日目ですね。でこの図はですね、表はですね、景気刺激策プログラム の12月に行ったやつの、12月前以前に行った3兆ドル、それから12月に行ったやつ、それから今回のバイデンの提案ということで、濃い赤になってますけど、3回に今までやってるんで、このトータルが、GDP の 25% ってこのことを言ってですね、昨日言った。で、中に入ってきますと、インフレはある程度までなら許容されるだろう。しかし、さらなる赤字支出がインフレに影響を与えるかもしれない。例えば、バイデンのインフラ計画によってインフレに火をつけるかもしれない。このインフラ計画って言ってのは、あれですよ、環境対策ですね。今年2つ大きなやつがあって、この今ここでやろうとしている景気刺激策と、それからもう一個は環境インフラですね、投資。不必要なばらまきを避けて財政を守った方が良い。民主党は先に配った600ドルに加えて個人に1200ドル支給しようとしている。全員への支給は官僚的な視力調査を避けるためである。これ官僚的な視力調査というのは、これアメリカの場合はその支給する、その査定するための機関があるんですね。でそうすると、なんていうかな、手間もかかるし、非常に調査自身が不公平になる可能性があるというんで、全員への支給というふうに決めてるわけですね。この2000ドルはトランプが提案した独断的な数字だ。バイデンは国家と州に3500億ドルを予定している。別途、危機の初めの頃には税収が大幅に減ることが危惧された。実際には寛大な失業手当とその支出によって税収は増加して予算を持ちこたえることができた。ただバイデンの法案のこうした項目が優先度が高いわけではない。正しい財政政策はコロナがある限りフレキシブルに緊急出場し、後での必要に備えて財政出動に備えればよい。共和党員と一部の民主党員は 1.9 兆ドル、さっき一番赤い部分ですね、多すぎると言っている。バイデンは彼の提案を主張するかもしれない。9500億ドルは失業保険に対してのものだが、全員に配る金額よりも少ない。バイデンは子どもの貧困とワクチンへの追加の出費がある。子どもの貧困というのはですね、これはですね、アメリカ特有の問題で、結構その子どもの貧困の率が、OECD に比べたら高かったと思いますね。倍ぐらいあったと思いますね。同様に民主党員は、危機がもっと悪くなったら議会の高さが回復を邪魔するのではないかと危惧している。共和党は危機が悪化したらさらなる追加の支出に協力するべきだ。民主党は上院での共和党の反対を避けるために出費を抑制するべきだ。経済が適切な時に適切な金額が得られるように党を超えて協力すべきだろうと。まあ要するに1.9 兆ドルをばらまくんじゃなくて、もうちょっといろいろ必要な時に必要な金額を出すような政策を議会が承認したとしてもね、出費そのものはコントロールするべきだろうとこの記事は言ってますね。インフレが一番怖いということですね。以上です。